大丈夫かな。今何時？ちょっとだけね。今何時？はい、1750です。10日。20C。1750です。1750ね。これは証明書書くべきだね。写真入りました。かわいいね。こたつちゃん。こたつ。こたつちゃん。ドキドキしてるね。兄弟じゃないんですか？兄弟じゃないんですよ。この子が、この子の1週間後に生まれたみたいで。で、血は通わ…通ってない。通ってない。はい。えらいね、あなたも何でもね、綺麗に。帰りたい帰りたい、すみません。さっきの子すぐにこっちにスポート。ハグ君の色とか、あの、綺麗な色してますね。お姉さん、おとなしい子だね。はい。まあ栄養状態はいいと思いますよ、はい、まあでもまあちょっとだけね走り回ってますお家の中すごいですすごいですすごいです階段も幅も2人でずっと走ってます走ってますよ、まあ、2人ずっと刺激しだって運動は十分できるでしょうね、はい、2人ずつからいいかもしれないねそうなんだと思いますよ、ね、もう1匹だと絶対あの子にかまってかまって行っちゃいそうな気がするもんね。もともとこの子たちが仲良くしみたいで、このなんか兄弟がいたみたいなんですけど、その子よりもこの子の方が仲良しで一緒に遊んでたみたいな。あ、そうなんだ。自分の兄弟よりこの子の方が相性があるみたいで。どちらで購入されたんですか？これブリーダーさんから。ブリーダーさんから。はい。あのお茶様でもと一緒のブリーダーさんで。この子もちょっと異常はないと思います。ちょっと緩い時がある。あのもしさ、はい、検便した方がいいんですけど。そうですよね。あのに緩いなと思われる時のうんちを含んで1日分。1日分。うん、じゃあ硬いのも緩いのも。うん、そう。全部ひっくるめて1日分。はい。ちょっと持ってきてください。はい、で確かにこの子ちょっとだけお腹にガスが触れる。うん。しっかりしてますからね。よく食べるんですけどね、この子も、うん。だからこの抗寄生虫薬をやるのは賢明ですね。はい。はい、じゃあ点眼と点字しましょう。怒らないね。あ、ごめんね。これも持ってるの？ワンクリーム。あ、持ってないです。ワンクリームは持ってないですか？このシルクなんだけど。
ワンクリームじゃあ出してます。ワンクリームはね、これは普通の抗酸とヒアルロン酸が入ってる目薬だから、まあ、あの、ミヤニとか何も出してなかったら無理に刺さんでもいいんですけど、はいはい、もしミヤニとか出てるんだったら、1日3回ぐらい刺してあげるみたいな。あと、この子は鼻はそんなに汚してないからさ、さっきこう黒かったじゃないですか。この子の方が黒かったですね。うん、だからその子の方がクションにするのかな、もしかしたら。こっちの方がするんですけど。そうするの。落ちると？今ね。まあ、じゃあ、あんまり黒かったら、わかりました。まあ、じゃあとりあえずインターフェロンだけ、はい、1日2回しっかり刺して、はい、から、耳が切れそうだから1週間に1回ぐらい、はい、うん、シルピに入れて、はい、で中に押し込んで、はい、鼓膜の近くまで押し込んで、それで表面だけね、はい、拭き取ってください。そんなに汚れてません。次はクツンかな。よし、はい、じゃあ、はい、じゃあワクチンと抗寄生虫薬ねやりますね。もう何歳かになってから始めるとなかなか大変なんですよね。はい、でなんとかあの表面、まず外側をね30秒ね、はい、で30秒できるようになったら歯の裏側、はい、うん、しかし歯周ポケット歯茎の間を狙ってで、レンタルケアで、まあ途中でご褒美あげていいですからね、はい、長くなるときは。だから60グラムのうち5グラムぐらいはご褒美用に、あ、はい、受けといていい、はい、1日量は変えないようにしていただけると、はい、はい、じゃあリスタートしたかな。そして